どうも、キューティクル全開、馬沢です。よろしくお願いします。あの、歌っちゃいました。はい。あの、ちょっと、非常に昔々の話、噛んじゃったね、今ね。非常に昔々の話なんですけど、俺が使ってるパソコンが、ハッピーセットになっちゃって、もう完全にクオリティがさ、もうプリキュアの編集セットなんだよね。それで、これやべえなと思って、問い合わせたんですよ、メーカーに。したら、壊れた部分の画像を送ってくださいって言われたんで、だからね、お前、送ると思ったんですよね。うん。じゃ、とりあえずその壊れた部分の画像と、ちょっとね、まあ、ほら、直してくれるっつうからさ、感謝の意味を込めて、俺のね、自撮り画像も一緒に送ったんですよ。で、すぐメール返ってくるっていうんで、まあもう、ちょっと待ったんですけどね、もう完全無視。だからもう、メーカーと俺の関係が完全に悪化だよね。うん。3年保証なのに3年間無視続けられる。たまんねえぜ。ということでですね、反省の意味を込めて、今回はですね、皆さん、これ多分知ってると思うんだけど、あら、光っちゃってんね、画像が。これなんですけど、これドクターウォレットって、もう主婦の味方だよね。主婦の味方って言うと、もう完全に身のもんとは思い出すんですけど、あのね、これは、なんかそのレシートをパチャって取って、で、送信するだけで、その中にいる、まあ、そのアプリを経営してる会社の、社畜がね、こう、カタカタって打ってデータ化してくれるっていう、あれなんですよ。キャッチコピーが、もう完全にあれなんですよ。最もサボれる家計簿アプリって言うんですよね。でも、サボれるんですよ。だから、もう、取って送ればいい話ですからね。うん。まあ、それすらも続かなかったんだけどね、俺は。ということで、今回はですね、このアプリで、バーコードとかデータを読み取ってくれるっていうことは、バーコードハックもいけるんじゃないかと。これたまんねえくね。俺これ考えた時さ、来たと思ったんだけどさ。というわけで、今回はですね、そのバーコードハゲ読み取ってくるのかどうかということを今回は検証してみたいと思います。そして今回用意した画像がこちら。1枚目はこのバーコードハゲ。もうこれ完全頭にね、雪印バター塗ってるよね。もうベタベタっていうよりさ、もうビシャビシャだよね、これ。2枚目はこちらのバーコードハゲ。見てこれ。ここ三角巣みたいになってる。そして3枚目はもう恒例のててーん、俺の超かっこいい画像。かっけえ、空の青空のバックがめっちゃかっこいい、これ。そして最後の画像はですね、こちら。もう申し訳ないからね、こういうことすると、ほんとごめんなさいという意思をね、誠意を込めてこれを送りたいと思います。今から送りたいと思います。やべえ、俺前の月赤字なんだけど。このレシート撮影でライブラリの撮影のこと、これね、写真アクセス、おお、俺の協調性半端ねえこれ。ということで1枚目と2枚目、3枚目、4枚目、これ全部セットしましたんで、それでは送信ポチッ。うわこれで返信返ってきたら、ハゲでさ、290円8円になりますって返ってきたらさ、これ楽しすぎでしょ。ハゲで、バーコードハゲ、ここ2キッパーっつって。アプリからも嫌われた。